キックちょっと見てごらん。はい。こうな、パスで。何本？はいはい。敵やとは思わなかったんですけど、タイムアップばっかり起こしてしまって捕まえきれなくて、まるで戻るやん。だから今バスの下戻るやん。プレス5も欲しいんですけど、ね、そう。でも外付けハードディスクってことは ここのデータとかめっちゃ速なる。ピュンっていく。はい。長いやん、アイスコール。これ長いですもんね。待ち時間。ここが速なったりする。めっちゃ速なる。だからワールドとかやってもダウンロードばっかりで長いから、割と外付けハードディスクをおすすめ。今この2枚をやり直ししてるところで、ああドラゴンボール消えたんや。はい、こっちがドラゴンボールも頭打ちに合ってて、なかなかストーリーベジータ戦で勝てなくて、こりゃすげえ。
疲れさん。よろしく。びっくりね。また喋っといて。結構干してんな、はい、結構頑張ったね自分がね、今までやったらなかなかやったけどこれがね、外付けハードつけたからこの芯それいけまた増えたんですけど、でも、まあ前ほどそうイライラせずに、YouTube で見ながら、いろんな人の見ながら攻略方法考えてやってるんですけど、しがみつき中も移動は可能だ。ただし、スタミナ消費が欲しい。気をつけろ。モンスターをぶっ飛ばして壁にぶつければ、大きな好機になるぞ。これは好機だ。今のうちに畳みかけろ。弱点部位も強引に狙い撃ちだ。弱点部位の肉質が柔らかくなった。
走らなあかんね、走っとかな、走って、うん、走ったら勝手にやってくれるわ。モンスターにくっつけるの。これをすることでモンスターに、なんだろう、ここは歩きながらやったら無理やから、はあ、こうやってなっちゃうから、走りながら、ポンってやったら、勝手にしがみつく。あ、こうやって。
羽つくつく羽白いぞ。ちょっと白い線で傷ついた。これ傷ついてるからよく食らうよ。倒しやすい。これ攻撃させてもらってやる。これがワールド。ワールド。パワーして四角って書いてあるやつか、はい、四角を押したらセットされるスリンガーで、またここで狙い定めてここで こういうの落ちたこういう石とかはこういう貫通感でここ押して持って打てたりもするし、まるでこっちが打てたりもね。当分はワールドをこれやこの2本で、ああやっていこう、回していこう思って、うん、でまあスマホアプリの方はドッカンバトルとレジェンドとで呪術廻戦を、まあ、ダウンロードしてるだけなんですけど、うん、YouTube 上げてるの YouTube には、まあ、こっちは2本だけですね、ああ上げてるのは。でも一応ログインだけは毎日で、その3つはドッカンバトルも、もうすぐ厳しいようなことを見てみた。あ、見てないですね。これ厳しいように公式からなったら周年のエピソードだから、スケツリ9周年身勝手かな。あったんですか、前も7周年からだったハミス、ビルスビルスだ9周年こうやってもう一歩正月に強いけど、しようかなと僕も思ってる。ああ。だけど、なんかその通用語のデータで越してないよね。結構。ああ。越していこうかな。調べたいと思います。もう最初からやることで迷ってる。これは6年ぐらい前で。な。ああ、そうだね、そうだね、すごいな。いまだにどうするの、それでやってるのに集計されるのも、13万人ぐらい、まあ、話題になってる。その6年前のゲームが13万人ぐらいです。確かに中古市場でもアイスボーンあんま出回ってないですよね。みんなは初めてモンハンやる人とかも結構やってらしい。サンプレイク、はい、終わった人とかもアイスボーンもやってなかった人とかもサンプレイク面白かったから、はい、アイスボーン買ってみたって、はい、
し、昔やってるんだけど、もう一回やりたいなって分かった。めっちゃ多い。昔に比べたストーリーがすごいんですよ。てる昔なんかストーリーあってないようなってるから、うん、こうやってなったりして、やっぱ僕の中ではこのワールドの方が最高です。アンブレイクが面白かったけど、やっぱ一番そんな僕は一番好き。綺麗ですね。まだ詰まったとかまだ助けてもらうと、ね、ちょっと一週間空いちゃうけど、あ、そうそうそう、できひんかったちゃうみクエストやな、はあ、特に興味あることもそこそこ地震行けたら揺れました、すごい揺れました、1回しよう揺れる、はあ、びっくりしちゃった、怖かったスイッチも外付けハードディスクとかあるか。スイッチはメモリーカードじゃなかった。メモリーカード。そうそう、マイクロ SD かなんかあったやろ。取っていい。はい。スイッチの方が容量ちっちゃい。はい、あ。4本ぐらいでもういっぱい。そう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 。あ、でもこれ市販のマイクロ SD カード。スイッチもメモリーカードここにマイクロ SD のメモリーカード入れたら、はい、メモリーカードにそのデータを入手できる。調べてみる。ドラゴンボールでもやったことないもん。ベジータが勝てなくてね。そう、やったことないもん。やったらできるんかもしれんけどな。YouTube で攻略してる人のやつの見てるんですけど、レベル、ベジータが20で、悟空が17の状態でみんな戦うんです。それでも倒してるんですよ。で僕も17でベジータ20でやってるんですけど全然いけなくて、まあ次こっちもやってみる、勝てるか知らん、分からへんよ、やったことないから、こっち
画も助けて。オッケーオッケー、できたらやってみるわ。分からんよ、こればっかりやね、はい、できたらやってみる。ちょっと気になる、うん、あとは何か言っときたいこととかある？大丈夫です、大丈夫、よかった、調子よ、はい、まあまあ、僕が来た時にこうやってゲームメインでやらせていただくし、僕以外の人が来た時は、だから僕も喋ってくれていいやけど、はい、まあ、話聞いてもらって、来た時は、まあ、社長にそうやってやってあげて、遠慮なく言ってなかった。OK。じゃあまた次来た時やらせてもらって、よろしくお願いします。今年中にまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。相棒、準備をしてから機団長さんと話をしましょうか。行きましょう。さあ、どうですか？いい場所。ヘルパーさんに助けてもらいました。勝てないんで。無理です。よし。これを。これで
無事キャンプを建てられますね。相棒。そういえば、これは正気。触れないように気をつけて。ここは正気が満ちているようです。吸い込むと体力が減ってしまいますよ。
正気で体力が減っています。打ち消しの実はありませんか。
いざ。ここまでにしときます。今日のところは。それではまたね。